Welcome back everybody to our BYU channel. So this is the first video we're gonna take. And、this time we're gonna have Hina to talk about her experience at BYU. Hey guys, my name is Hina. I'm currently studying accounting in Brigham Young University. I was born in Japan and went to Japanese high school, then came to US to attend Brigham Young.まあ、日本で生まれて、まあ、日本の、まあ、環境でものに育ってきたと思うんですけれども、まあ、高校の時に多分大きな決断をされたと思うんですけど、なんでこう日本の大学っていうよりも留学の方を選んだのかなっていうのはすごく気になるんですけど、そうですね、やっぱりなんか一番東京の高校に行ったんで、日本の大学に進学するっていうのは一番簡単な、まあ、決断だったと思うんですけど、でも自分がその実際日本の大学のキャンパスを訪れて、まあ、講座を受けたりとか、その高校の先輩の話聞いたりとかするときに、本当に、まあ、今後4年間過ごす上でその一番、まあ、いい選択肢なのかなって考えたときに、アメリカの大学の制度の方が、まあ、自分にとって一番、まあ、フィットするんじゃないかなと思ったんですよ。それは何が思ってフィットするのかなって思った、うん、アメリカって入るの結構簡単なんですよ。でも卒業するのはものすごく難しいっていうのをすごい聞いていて、で今本当に実際そう思います、うん、なんかもう入るのは結構まあ簡単だったんですよ。でももう毎週毎週もう勉強しなければ卒業はマジでできないなって思って、うん、もうだってまあ確かにその勉強するっていう、でも楽しさだったりとか大切さっていうのはすごく、でもそれで身についたと思うんですけど、 BYU に行くことによって、うん、なんかどう就活に、今多分就活もされてると思うんですけど、うんうん、なんか役立ってるのかなって聞いてみたいですね、うん、そうですね、やっぱりなんかよく言われるのは、大手に入るには、まあ、すごい有名な大学に入らなければいけないっていうのは結構あると思うんですね、うん、で私も、まあ、ビッグフォーでインターンしたんですね、2つで、まあ、東京オフィスだったんですけど、でそこで一緒にインターンした子ってやっぱりすごい有名な、もう日本の大学だったりとか、もう国立大学だったりとかっていう子から来たりとかいっぱいあるんですね、うんうん、でも本当に私って、まあ、BYU ってそこまで日本ではあまり知られていない大学だったんですけど、でもその結構 BYU であのアメリカの大学に行っている、でアメリカの日本語も英語も喋れる、でアメリカの大学 の, その経験だったりとかっていう、そういうものもすごく、まあ、重要視されたんですね、リクルーターの方たちから。なのであの本当にそのような面でものすごく就活あの活動にすごい役立ったと思います、うん、もうアメリカに来ていろいろ経験してきたとは思うんですけど、なんかこっち来てこれやべえなみたいなアメフトの、あアメフト、ね、もう本当いやすごい、もう BYU は結構、まあ、アメフト、まあ、そんな強くないらしいんだけどいやもう結構お手にするんだけど、でも本当学生のもうアメフトのもうファンの多さ、ね、もう強さもうすごい、それはすごいなと思いました。なんか負けた次の週の結構テンション低い、ね、そうクラスのねもう差が半端ないなっていうのを思います。なんか、まあ、俺があのこっち来て思ったことは、うん、まあ、その日本の大学に1年行ってたじゃん、あで大体キャンパスのデカさも同じぐらい の, あのあそう大学に来たんだけど、なんかこっちボーリング場とか あとなんか映画館とかあるじゃん、映画館ある、しかも全部1ドルで見れる、1ドルの映画館なんかその辺、まあ、BYU だけかもしれないけど、それすげえなってな、すごい、確かに出会いも多いしね、そうだね、デートしやすい言っちゃ悪いけど、やっぱ BYU の人は、うん、結構そういうデートとか、うん、あの、まあ、盛んって言ったらね、でも盛んだと思うよ、うん、でもなんかソーシャルソーシャルアクティビティも多いとして、すごいなんか人と話したりとか、うんうん、Thanks everybody for watching. We hope you guys enjoyed it. And if you did, please subscribe for more information on BYU. And if you're interested in coming here, please click on link below for more information. Bye bye! Bye!